私が引き時。だと。ずっと内心理解できてたよね。ネルでは今の主様の役に立てない。いや、主様がまだネルを使うには早すぎる。ネルがやってきたことは自身の戦い方を見せ、自分という格上との戦闘に慣れさせる。あとは主様が使えるであろう技術の存在を教えただけ。知ってる？主様にオーラ技術、光線、や構成を教えたのはテルだって。ネルが月下様に与えた戦術のアドバイス、それは正確に見えて最後の決め手には届かなかった。そして利用できると活かしておいた捕虜に裏を取られ、ことかを連れ去られた。今まで明確な失態じゃなかったから分かりにくかったけど、今回のは致命的だった。ネル、あなたは強い。だけどその基準で判断しているから弱者の策に疎い。弱者の世界を知らなすぎる。あなたは弱者に寄り添えない。それは主様も例外じゃない。もしこのままネルが主様の隣に居続けるとネルが主様を殺すことになる。聞くなら今だよ。私から真にゆからみがドルエデンに帰ってきなよ。あなたはオーラをもらい、この力で敵をねじ伏せることに特化した存在。世界が違うんだよ。私だって力になった。技の技術を教えた。無意味じゃない。それに1オーラあれば私だって力が手に入る。それこそ私が無双できる。至る条件でも相手の攻撃をいなし、蹂躙できる。攻撃力はともかく守備面は大丈夫。ネルは攻撃が最大の防御スタイル、守備単体で言えば、ヘブンズハートの中で最弱、それが1オーラでもっとひどい状態なのに。こんなことネルに言えるのは私だけだから頑張って言ってる。今のケバネルの評価は下がらない。わかった、だが最後に主様にやっておきたいことがあるのだ。それで幕を引こう。私が見届けて。引き継ぐから。あ、ちょっと。久しぶりに。喋りすぎたから。脳に酸素が。らしくないことするな、ベル。お前だってこういうのは得意じゃないだろう。だがそうだな、ベルの言う通りだ。こんな失態を犯しておいてどうやって主様に顔向けしろというのだろうな。了解だ、落とし前はつける。ベルはそれを見届けてくれ。主様が来たら奥の部屋に連れてきてくれ。そこで私は準備をしている。最悪ネルが往生際が悪かったら私がネルを無理やり返す。つまり私がネルを殺して強制的にミガドルエデンに戻す。これでいい。本来の形に戻るだけ。ミガドルエデン側の判断で今までがおかしかっただけなのだから。常駐契約すらしていないネルがこっちの世界に留まり続けるなんてあってはならない。ほうかさん、動かないでくださいね。あと仮面外さないで。月下ちゃん、相手の最後に言っていたこと、どう思う？どう思うって、ほうかさんが相手の意中の相手と似ているってことですか？言動や仕草が似ているって、さっきの戦闘で言うってことは日常の話だけじゃないわよね。だって言動はともかく、仕草なんて。ほうかさんはもしかしてさっきの悪心境は知り合いかもしれないって考えているの？いるのよ。光系能力でスピード型、私に詳しい人が。だけど恋心も垂れていたなんて知らない。そんな仕草とか雰囲気も一切なかった。真面目で忠実な青年、そして正義感が強かった彼が。確認しないと、もしかすると他の部隊の子、大会で私に一方的に恋愛感情があった人かもしれない。よぎる可能性にとらわれるな。レイカ姉さんが帰ってきたら私も出かけるわ。この件、私が確認しないと気が済まないわ。わかった。ちょっと入り口のかなちゃんを見てくるから今は安静にしててよね。私はバカだ。かつての仲間を疑うなんて。かな、やっぱり無事だったのね。間一髪だったけどね、あと少し遅れてたら即死だった。ねえ、能力まだ使える。ステラが肉離れを起こしたから直してほしいのだけど。ごめん、行きたいけど血を流しすぎたみたいで全然力が入らない。頭も正直ふわふわしてる。できることなら横になって寝ていたいくらいだよ。これが悪心境君主クラス。こっちの戦力をここまで奪ってもなお、相手は無傷で。しかも情けをかけられた。純粋な強さがここまで意味をなさないなんて。挙句にことかさんまで奪われた。私たち、どうなるの？月下、かな、大丈夫か。月下は無傷、だけどかなはかなりオーラが減ってる。傷を治したんだろうね。貧血で立てないってところか。ここで起きたことを聞かせてもらっていいか？パパ、無事だったのね。なに、この感情、今までにないほどのどす黒い、怒りや憎悪、だけど精神面は冷静。今までのパトにない状態だ。パト、大丈夫なの？精神面がひどい状態になってない？こっちも色々あったからな、ここで立ち話も危ない、室内で話そう、正直俺はパトも休ませたいからな。感謝します、中は大丈夫、結果。確認してくる。ほうかさんに仮面をかぶらせないと。パト、動けないから運んで。わかった。外は危ないから中で休むんだぞ。無理したら怒るからな。力になりたいんだけどね。こんな状況だし。トト、時間がない。中に入るぞ。問題ないわ。入ってきて。行きましょう、ロイドさん。はぁ、コトカが連れ去られた。このメンバーでもダメだったのか。だが直接主張がここを狙ってくるとはな。俺たち防衛軍よりもここにいたメンバーの方が脅威と感じていたのか。多分それは能力のせいだと思います。実力はともかく私たちの能力は強いものばかりですから。デスペナルティ、セッカがもし受けてなかったらこの事件も事件になり得なかった可能性が高いのね。そうだ、用意周到さで言えば相手が一枚上手、そして策も相手が上手、つまりこちら側が押されるのは必然だ。慌てていても仕方ない。でもことかが虚構迷宮内に連れ去らわれたんですよ。パト、さっきも言ったが相手の策は用意周到。そして今こちら側で動ける戦力は圧倒的に少ない。何せさっきまで準々決勝をしていたんだ。戦力になる人材皆疲労状態でのスタートだ。遠やからだ、大音量にしておくから情報を聞き逃すな。ロイドさん、さっきもそうですけど携帯は。これは決まった連絡先としか繋がらない特注だ。使っている電波も特殊だからな。ジャックしたら繋がらないようになっている。こちらロイド、パトとお前のところの指揮月下と同調している。こちら東野、トランシーバーで他班の状況を確認したので報告する。他の班、ロイドさんに振り分けは聞いてたけど、周りはどうなったか。あのレプリカが他のところと接触していたら無傷とはならないだろうし。まず西東京組だが、俺が女性に向かった段階で立花副隊長が重傷、そしてビリアン艦長の死亡を確認。そしてエネミーは俺が討伐した。そして南東京組、エネミーと接触し、アラン隊長が重傷、イアン副隊長は軽傷で現在イアン副隊長がアラン隊長を守りながら対応しているとのこと。嘘だろ。ビリアン。心身ともにきつい時にこの報告は、やっぱり戦場はきつい。北東京側には2体出現したらしいが、福読隊長とシェイン副隊長が各自撃破、2人に外傷はないとのこと。なおシェイン副隊長のところに偶然近くにいた指揮霊下が女性に入ったとのこと。こちらの情報は以上だ。こちら東東京班はパトが女性に加わり、エネミーを単独撃破、その後パトの拠点がある北東京に移動したところ、主犯の一人、司教の襲撃を受けたとのこと。被害は女性2名が軽傷、女性1名拉致、被害者の名前はつくよみことか、虚構迷宮内部に連れ去られたとのこと。結果です。司教の情報が手に入ったので共有お願いします。司教の悪視点は太陽の顔、これは光が当たる場所では無敵化するという力のようです。そして司教本人の能力は光系能力、そして戦闘スタイルはスピード重視の近接戦闘型、そして襲撃された際銃声のようなものを聞いたとの情報も入っております。司教単体の実力はそれなり、副隊長は苦戦を強いるが、隊長クラスならおそらく問題ないレベルとのことです。結果、それは誰からの情報だ？メル、ハート、パトの仲間の一人からです。効果さんが言ったとは言えないしね。了解した、情報提供感謝する。こら、軽く流すな、拉致者、どうしてそいつだけ連れ去らわれた？避難しているところを敵の仲間に捕まり、転移石を使用されました。拉致理由は利用価値があると、私たちの前で会話をしていました。一般人だけをこんな危険区域で移動させたのか。不意をつかれました。相手も転移石を複数所持していたためこちらの対応も後手に回ってしまいました。これだから素人は、虚構迷宮だな、直ちに向かう。清見隊長、勝手な行動をするな。そして単独行動は禁止だ。こちら側も死者が出ている。お前も死骸にすることくらい知っているだろう。チェインには引き続き北東京を任せる。俺の代わりは指揮霊下にやらせろ。そして西東京は東野、お前が当たれ。補填は勝手にしろ。南東京は引き続き業務に当たれ。アランは休養を取り、イアンはアランのフォローだ。東東京はロイド、そしてパトに任せる。そしてパト、もしお前の仲間で動ける人がいるなら東野に補填してくれ。緊急事態だ。報酬は高く出す。現在主力で疲労が溜まっている奴は休め。長丁場になることを見越して互いに休憩を取り、万全に近い状態で挑め。指示は以上だ。お前は休んでないだろ。それに一人だ。だが、逆に誰かにいられた方が邪魔なんだよ。それとも俺についてこれる奴がいるのか。ああ。なら俺が行く。東東京には俺の仲間から3名出す。その代わりパトとロイド2名がつくよみさんに合流する。選出するのは月下かな。ネル、俺の師匠と2人とも今大会で実績持ち、問題ないはずだ。いいだろう。だがパト、お前は休んでからだ。大会での疲労があるだろう。ロイド、調子はどうだ？パトが強敵をサクサク倒すもんだから俺は楽していた。万全だ。よし、ならロイドは即座に指定する住所に来るんだ。そこで合流し、漁港迷宮攻略に当たる。虚構迷宮内部にメリアが入っている。内部であったら合流してくれ。他にも俺の仲間が数名いるが戦力外もいる。こちらも副隊長2名がいるから大丈夫だ。内部の状況は不明だが敵の情報は手に入った。あとは反撃するだけさ。虚構迷宮内外では通信はできない。パトは追加の情報をできる限り集め早朝から合流するように。できればヒーラーを連れてきてくれ。内部情報が不明な異常回復薬が必須だ。いいな。了解した。その配分なら問題ない。ロイド艦長、福読み隊長が無茶しないようにお願いします。世話の焼けるできた後輩たちだな。任せろ。トウヤもしっかり休めよ。お前も疲労が溜まっているはずだからな。以上で報告を終了する。各自5分を。トランシーバーを切った？こちらも切るぞ。待ってくれ父さん。ロイドさん、少し携帯借ります。そちらにステラを向かわせるけど、今は司教と戦って怪我している。だから母さんに一度こっちに戻って治療してもらえるようお願いできない？了解だ。ステラが来るなら俺も安心だ。だがパト、そうなったらお前のところが危なくないか。非戦闘メンバーは会場で待機している俺の仲間に預ける。そこに自己防衛だけなら俺よりも強い奴がいるからそいつに任せる。そうか、パトも大変なのに悪いな。だが今回は背中を預ける。頼んだぞ。それにつくよみがお前を頼ったんだ。ありえないことだ。それだけお前はあいつから認められている。もちろん俺もだ。俺はお前を誇りに思う。嬉しい言葉だけど、それはこの事件が終わってからだ。絶対に勝つよ。ああ、そうだな。健闘を祈る。ことか、セリカ、みんな、無事でいてくれよ。ほう、私たちまた駆り出されるみたいだよ。マジで、足痛くて立ってられないのに、パト君鬼畜ね。私と月下を東東京に配属で、放火は西東京で東野と合流だって。もう死ぬほど説教されてないしん気まずいのにその配属、まさに鬼畜ね。あ、でも霊下をこっちに呼ぶみたい。治療を優先してくれるんだね。僕に言えば休まずにさっさと働けってことよね、鬼畜ね。でもいいの、早く誰か来ないとずっと痛みが続くよ。治らなかったら痛みにもだえ、治ったら即座に戦場。鬼畜超えてど畜生ね、ヤサオだと思ってたのに。会社は強いんだから働くの、防衛軍じゃないと本当ダメだね。正義は本物よ、だけど休みたいの。せっかくだから優しくしてほしいの。見た目の年相応に守ってほしいの。だって、女の子だもん。なんか見た目も幼くなったけど、精神年齢も幼くなってない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。